それではですね、夏場活躍する、マシュマロピューパ、これをですね、このタイミングを紹介したいと思います。ボディにはですね、こちらですね、エアロドライウィングを使います。これエアロドライウィングをですね、半分に折って、これ 0.65 とか 0.85 ぐらいのテグスでですね、ここハーフヒッチで止めますね。でキュッキュッキュッと先を尖らすと、言ったことで、こちらをこんな形でですね、先を尖らせます。そして、余分な、テグスをですね、まずね、こちらカットします。まず先にボディを作ります。はい、これでいいですね。そしてこちら出来上がったこちらをですね、ここにつけるといった形になりますね。それではタイミングを始めたいと思います。まずいつものようにスレッドをこちらに下巻きをしていきます。これはいつものように下巻きをしますね。はい、こんな感じでいいかな。そしたら余分なスレッドをカットします。こちらのフライもですね、至って簡単なフライです。こんな形で下巻きができました。さあ、先ほど作ったですね、エアロドライウィングで作ったボディですね、こちらをまずつけます。こちらをつけます。これぐらいでいいかな。よし、これぐらいにしますね。でしっかりこちらを止めますね。こちらをしっかり止めていきます。止めますよ。はい、これでまずボディが出来上がりました。で挟むようにちょっとこちらにも巻いてですね、よいしょ、こんな感じでいいでしょう。はい、出来上がりました。余分なエアロドリンドライウィングですね、こちらカットします。はい、そしてこちらまずしっかりこんな感じですね。はい、こんな感じでしっかり留めておきますね。はい、こんな感じでいいでしょう。続きましてポストですね。またポストを立てていきます。ポストもですね、これも同じく、エアロドライウィングですね、同じくエアロドライウィングもこちらにつけてですね、こちらをポストにしていきますね。はい、こんな感じでまずつけて、これを起こします。ね、こんな形で起こしてですね、よいしょ、少しちょっと大変ですけどね、これをポストにしていきますよ。まず根元のところをきっちり止めていきますね。きっちり止めていきます。ずれないようにしっかり根元を固定しますね。
ですね。はい、大体いいでしょう。しっかり巻きます。はい、それではですね、ハックルですね。今度は黒いハックル、こちらを使いますね。まず、まず固定します。しっかり固定しますよ。じゃあまずですね、こちらを上に持ってきてですね、ここから巻き始めます。これはですね、たっぷり巻いても問題ありませんので、たっぷり巻きますよ。こんな感じで、ね、下に巻き下ろしていくといった形ですね。感じでいいでしょう。そしてハックルで、ハックルをですね、スレッドで固定します。こんな感じで巻いて、でハックルの下を今度スレッドを通しますね。これで挟み込むようにして固定します。2回ぐらい下を通してですね、でまた上を通す、上を通して、で次また下です。下を通します。はい、こんなんでいいでしょう。最後ですね、作ってですね、こんな感じですね。作ってですね、ハーフヒッチでですね、止めます。3回くらいやればいいでしょう。はい、これで出来上がり。スレッドをまずカットしますね。そして余分なハックルをこちらですね、カットします。でポストですね、これ思いっきりこう上に引っ張り上げてですね、一発で紐ます。はい、こんな感じですね。出したハックルやなんかを成形しましてですね、こんな感じですね。はい、出来上がりました。エアロドライウィングをボディにしましたですね、マシュマロピューパ、このフライはですね、特にあのテレストリアルの季節にはですね、絶大な効果を発揮する素晴らしいフライです。皆さんもよろしかったらぜひ使ってみてください。それではまた。